どうも、平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。僕もね、今まさにこうやって自宅から仕事をしてるわけなんですけども、自宅勤務が当たり前になって、 Zoom とかね、オンライン会議っていうのがね、もうすっかり定着しましたよね。僕もね、もう最近はほぼ毎日ね、誰かと Zoom を使ってオンライン会議をしてるんじゃないかなと思います。で、この Zoom 会議なんですけども、やってみて分かったのが、このオンラインの会議って基本的にね、マルチタスクの状態なのかなっていうふうに僕はね、感じています。例えばですね、自宅でオンライン会議をしてても、容赦なくね、インターホンってなって荷物を取りに行かなきゃいけなかったりとか、家にお子さんがいる方はね、子供の様子を見ながら仕事をしたりとか、あと外でカフェとかで仕事をする場合も、こう自分の声の音量っていうのがね、常識の範囲内でちゃんと収まってるかなみたいな、そういうところにも気を配らないといけないと思うんですね。なので、オンライン会議って、その音源、会議の音と同時に環境音も一緒にこうね、同時に聞かないといけない状況っていうのが、ずっとね、会議中続いてるのかなっていうふうに感じてるんですね。で、オンライン会議とかってね、みんなこうイヤホンとかつけながら参加するわけなんですけども、そこで今回ね、僕が提案したいのが骨伝導イヤホンっていう選択肢。これがね、僕リモート会議にすごくハマるんじゃないかなっていうふうに思って、今日ね、動画を撮っています。今回はですね、ボコっていう会社から発売されている完全独立なのに骨伝導っていうね、かなり新しいジャンルの骨伝導イヤホン、こちらのね、依頼を受けてレビュー動画を撮らせていただきます。僕も今まで使ったことがないような全く新しい製品ジャンルだったんですけども、癖はあるんですけども、使いどころさえ見極めればかなり優秀なサブのイヤホンとして使えるんじゃないかなと思います。それでは早速骨伝導イヤホンのレビュー行ってみましょう。はい、というわけで改めましてですね、今回はボコっていう会社から発売されているこちら、このピースの TW1 っていうね、完全独立なのに骨伝導っていうイヤホンをちょっと紹介させていただきます。最近のイヤホンってね、その完全独立型っていうのが一つのブームになってると思うんですけども、一方で全く別枠で骨伝導イヤホンっていうのをね、昔から存在するんですよ。今回この2つの特性を併せ持った世界初の完全独立の骨伝導イヤホンということで、この製品ね、レビューさせていただこうと思います。で、今回動画の流れなんですけども、まずはこのピース TW1 の製品の特徴っていうのをちょっとご紹介して、その後に、多分ね、骨伝導イヤホンっていうなかなか使い慣れない製品なので、多くの人が気になってる疑問点とかあると思います。で、その疑問点に対してちょっとね、お答えしていきながら、最後にどういうシーンでこの完全独立で骨伝導のイヤホンが役立つのかっていうね、そのユースケースみたいなところも一緒にご紹介できればなというふうに思ってます。で、もうね、先にレビューのまとめをお伝えしておくと、このピース TW1 って製品ですね、音に没入しないイヤホンなのかなというふうに僕は感じました。これ公式サイトでは音を切るっていうふうに表現されてるんですけども、本当にその表現がぴったりで、結構ね、市場のイヤホンってどれだけ音に没入できるかってところが評価されてると思うんですよね。一方で、このボコのピース TW1 はそれと真反対のコンセプトで作られた製品なんですよね。そういうことをちょっと頭の片隅に入れてもらって、話を聞いてもらえればなというふうに思います。こちらが製品の外箱になります。はい、中身はね、シンプルにこんな感じです。こっちが製品ケース付きで、これがケースですね。今回ホワイトカラーです。で、肝心のイヤホン本体なんですけども、取り出すとこんな感じです。製品の見た目としてはね、かなりこれスタイリッシュで、これだったら耳につけてても違和感ないのかなっていう風に感じます。簡単に開封も終わったので、次はね、耳に実際装着してみたいと思います。で、装着の仕方なんですけども、この輪っかみたいなね、この製品の本体があって、これを耳のね、この外耳っていうのかな、軟骨の部分を挟み込むようにこうやってクッとつけていきます。製品のエッジとかは全体的に丸みを帯びているので、この、ね、耳をキュッと挟んであげても、こう違和感があったりとかね、痛みを感じることもないので、ここは安心してもらえればなというふうに思います。で、これ製品の重さが片耳 9g なんですよ。なので、耳につけてもこう苦痛な感じとかはないし、結構ね、しっかりとギュッと挟んでホールドしてくれるので、こうやってね、頭をブンブン振っても全然こう挟み込んで装着するんですけども、外れたりする心配もないかなというふうに思います。で、これ結構ね、在宅ワークあるあるだと思うんですけども、結構家にいるとね、一日中イヤホンつけてることも多いと思うんですよ。会議もこう連続的にあったりするし、会議が終わったらね、そのまま音楽を聴くみたいな形で、ずっと耳にイヤホンつけてると、どうしてもね、耳の中が痛くなっちゃうことってありませんか？場合によってはね、外耳炎になっちゃったりとか、ずっとね、耳の中にイヤホン入れておくのって結構体にもストレスなんですよね。でも、このピース TW1 は耳の中に入れるんじゃなくて、こうやってね、耳の外に挟み込むようにしてつけるし、すごい重さも軽いのでね、つけてても快適だし、外耳炎とかね、耳が痛くなるって心配はないのかなというふうに思います。で、肝心のね、音質のところなんですけども、僕久しぶりに骨伝導イヤホンっていうのを使いました。なんですけども、音質ね、かなり向上してるかなというふうに思います。
きっちりこう低音中音高音ってね聞き分けられるぐらい解像度高くなってて、こう音圧とかは製品の特性上ないんですけども、すごくね十分実用的で、音楽を聴きながらねこう音楽を楽しむみたいなことも全然できちゃうのかなっていうふうに思います。昔骨伝導イヤホンを使った時はなんか音がすごいねシャリシャリしてるというか、全然厚みがなくてこの空気が鳴ってるのを聞いてみたいな感覚だったんですけども、そこから比べるとかなり音質は良くなってるのかなっていうふうに思いました。ただまあ一方ですね、製品の特性上やっぱり普通のイヤホンと比べると音質とかはね異なるかなというふうに思います。特にですね低音領域がやっぱりそんなに強くなくて、全体的にちょっと音が軽く聞こえちゃうなってのは正直ねありましたね。耳を塞がないってところがコンセプトなので、やっぱりこの鼓膜をガンガン揺らすとかね、その音の圧力みたいなところはちょっと弱いのかなというふうに思います。まあ、例えるならですね、イヤホンっていうよりもこの耳のこの辺に自分専用のちっちゃいスピーカーを置いて鳴らしてるみたいな、そういう感覚がやっぱりありますね。耳の中に直接聞こえてくるってよりも、一旦このね周辺の空気を揺らしてるような、そういう音が耳の中に入ってくる、そういう感覚がありました。一方で骨伝導イヤホンだからこその音質的なメリットってのもあって、これ鼓膜を揺らすんじゃなくてね、骨を揺らして聞いてるわけなので、周囲が結構うるさいシーンとかでも周囲の音をかき消すぐらいの音量を上げて聞くってよりも、その適正な音量で骨から聞けるので、周りがうるさいシーンでも音を聞きやすいっていうのはあるのかなっていうふうに思いました。大音量の音楽を長時間聞くって将来的には難聴リスクもあるっていうふうに言われたりするので、まあ、こういうところはね骨伝導イヤホンならではの適正な音量でどんな環境でも音を聞きやすいっていうのは魅力なのかなっていうふうに思います。はい、というわけで製品の特徴を正直にご紹介してきたんですけども、ここからはですね、この完全独立で骨伝導っていうね新しいジャンルだからこそ、ちょっと気になる点とか疑問に思う点ってあると思うんですよね。ここからは僕が実際に使う前にこれ大丈夫なのかなってちょっと疑問に思った点を実際使ってみてどうだったのかっていうのをご紹介していきたいと思います。まず一つはやっぱり骨伝導イヤホンといえばね、どうしても音漏れがちょっと発生しちゃうんですよ。こうちょっと周囲の人にも音漏れが聞こえちゃうんじゃないか、そういう心配がありました。でこれ実際ねいろんな人に協力してもらって、いろんなシチュエーションで聞いてもらったんですけども、例えばオフィスで自分の横の席の人を想定して、それぐらいの距離感でね僕がピースの TW-1 を使って音漏れするか検証してもらいました。するとですね、周りがすごい静寂のシーンとしてるオフィスだったら横にいる人でもちょっと音が鳴ってるなって聞こえるらしいんですけども、まあ、普通にねオフィスとかってみんな仕事をしてるし会話もやっぱりあるわけなので、こう普通の人が話してるぐらいのホワイトノイズ的なシーンだったら、まあ、ほぼほぼ音は聞こえないんじゃないかっていうふうに、ね、言ってたので、そこは大丈夫なのかなっていうふうに思います。次はですね、外で自分の横を歩いてる人がその音を聞こえてしまうのかってところなんですけども、これもね実際に聞いてもらったんですけども、まあ、外だったらほとんど音は聞こえないってことでした。まあ、よっぽど大音量にしてるとちょっとね音聞こえるなってぐらいはあるんですけども、普通のね音量で聞いて外を歩いてるぐらいだったら、横にね一緒に歩いてる友達ぐらいの感覚だったら、まあまああんまり音は聞こえないよっていうふうに言ってくれたので、ここもね大丈夫なのかなっていうふうに思います。なんですけども、やっぱ総じてこう音を上げすぎてしまうとちょっとなんか鳴ってるなってのは分かるらしいので、まあ、外でとかね人と一緒にいるシーンだったらそこまで音量を上げない方が安全なのかなっていうふうに思います。そしたら気になる点の2つ目なんですけども、2つ目はこの BOCO PEACE TW-1 をメインイヤホンとして使えるかっていうねところですね。これに関しては使ってみたところ、やっぱりメインじゃなくてサブとして使うのが最適なのかなっていうふうに思います。やっぱりね普通のイヤホンと違って音質が全然違うものだったりとか、音漏れの心配もねゼロではないと思うので、そういうメインとしていつでも使うってわけではなくて、用途を限定してサブイヤホンとして使ってあげると、よりね普通のイヤホンにはない魅力を発揮できて便利なのかなっていうふうに思います。そしたらここからはですね、この PEACE TW-1 をじゃあどういうシーンで使うと一番ね最適なのか、一番魅力が発揮できるのかっていうのを僕が実際に使ってみた中で、あこれはいいなとか、この使い方は骨伝導イヤホンの魅力が生きるなと思ったユースケースっていうのをねご紹介したいと思います。まず一つ目はね、やっぱりオンライン会議、リモート会議で一番僕はねこう進化を発揮するなっていうふうに思いました。リモート会議とかってね、その音質がすごい重要かって言われると別にそうではなくて、相手がね話してることが伝わってくればもうそれで100点満点でね目的を達成できると思うし、自宅ワークの時とかだったらインターホンにすぐに反応できるとかね、子供の様子をちょっと耳で聞きながらその会議に入れるとか、あとねマイクもついてるんですけども、マイクもね結構音質がいいらしいです。なので実際に会議した時でも僕の声もねちゃんと
クリアに聞こえてるので会話をする分には全然困らなくてすごく便利なのかなというふうに思います。で2つ目はですね、スポーツとかね、ランニング、ウォーキングとか外でのアクティビティとすごく相性がいいなというふうに思いました。耳にしっかり挟み込んでくれるので普通のイヤホンよりも全然ね、こうずり落ちたりとかイヤホンが抜け落ちたりしにくいんですよね。なのでこれはすごい快適だなと思ったし、やっぱりスポーツの時とかね、ランニング中とかも風の音を聞きながら音楽も聞いてってすごい気持ちいいんですよね。なので僕の場合とかだったらたまにねカメラを持って公園散歩とかするんですけども、そういう時にすごくいいなっていうふうに思います。あとランニングする人とかだったらこう耳が開いてることによって、例えば車の接近にすぐに気づけたりとか、そういう安全面の上でも骨伝導イヤホン、耳を塞がないっていうのはメリットがあるんじゃないかなっていうふうに思いました。製品自体も IPX7 っていうね防水性能を持ってるので汗をかいたりしても全然問題なく使えるっていうのもスポーツ向きな点なのかなと思います。で最後3つ目、これが僕ね意外と良かったなって、自分にハマったなと思ったのが、聞き流し的なコンテンツとすごく相性がいいんですよね。例えばラジオを聞きながら、 YouTube で音声を聞きながら料理をしたりとか、で僕の場合だったらオーディオブックってね、本を読み上げるサービスを聞きながらなんか動画編集したりとか、コンテンツを聞き流すってところにねすごくこの骨伝導イヤホンメリットがあるなっていう風に感じました。結構なんか僕とかマルチタスクが苦手で音楽聴いちゃうと音楽にしか集中できなくなっちゃうんですよ。なんですけども、このボコのピース TW1 とかだと音にね没入しすぎないんですよ。なんか BGM 的にバックグラウンドで流してくれる感覚があるので、別のことを同時並行しやすいってのがすごくいいなっていう風に思いました。感覚としてはやっぱりこの耳のここら辺に自分専用でスピーカーをついてるので、いつでも自分にだけ BGM 流せるみたいな、そういう感覚がねイヤホンと違って、この骨伝導イヤホンってのはこうメリットというかこう魅力なのかなっていうふうに感じましたね。はい、というわけで今回はですね、ボコから発売されているピース TW1 っていうね、世界初の完全独立の骨伝導イヤホンっていうね、ちょっと新しい製品をご紹介してみました。やっぱり今のイヤホンってどれだけ音にこう没入させるかみたいなところがね、やっぱ主戦場だと思うんですけども、そこから一つ外れて音に没入させないことによってできることっていうのはね、すごく意外といっぱいあるなと思ってみて、これはねハマる人にはすごくハマるイヤホンなのかなって思います。さらにですね、今は在宅ワークでリモート会議を行うとか、本当にもう仕事として必要性があって音を聞くみたいなシーンがすごく多いと思うので、このピース TW1 がねハマるシーンとかハマる人っていうのはどんどん増えてる時代なのかなというふうに思います。なのでね、日頃からリモート会議をよく行うって方だったりとか、ちょっとね在宅ワークで太っちゃって最近ランニング始めましたとか、こうマルチタスクで本を読みながら音楽聴きたいとか、そういう方にはすごくいいイヤホンなんじゃないかなというふうに思います。よければね、今日のレビューが少しでも購入検討の参考になっていれば幸いです。はい、というわけで今日の動画はここまでです。今日の動画もですね、少しでも面白かったなとか参考になったなと思った方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。